忍者の戦いは静かである。物音を立ててはならぬ。沈黙を旨とする。忍法火遁の術、十字手裏剣乱れ打ち、などと派手に叫び、これから己が何をするつもりなのか、わざわざ敵に教えてやったりすることはない。気配を消し、巧妙に罠を張り、石のごとく目して待つ。闇に紛れ、草木に隠れ、素性を知られることなく、ひっそりと世に忍ぶが任務。死して名を残すものなし。それゆえ、その本分を全うした忍者の仕事は、一つとして今に伝わってはいない。まことに残念ではあるけれど。